自宅スタジオ。ウイの転校初日という波乱の一日もようやく過ぎ去り、放課後を迎えていた。お兄ちゃん一緒に帰ろう。おう、ウイ、どうだったうちの学園は。うん、みんな親切で声もかけてくれたりして、先生にはあんないいとか言いながら荷物運び手伝わされたけど。あの人親切なのか単に人で欲しさだったのか。でもでもとっても楽しい一日だった。そうか、それは良かった何よりお兄ちゃんと一緒のクラスだしね。うだダメだって、教室ではここであれだな、あのクラスメイトのあれが欲しいな。ちょっと個人的にはね、多分ないと思うけど、あのおじさん的にはね、あのちょっとここでもう一個あのクラスメイトの描写が欲しい。あのほら、朝はクラスメイトがね、なんか、あーよーし完全犯罪の方法っとみたいな感じで調べたりとかさ、あの氷のナイフだったら溶けてなくなるから、手口が、ね、あの完全犯罪になるぞみたいな話しとったじゃないですか。それが、この一日を経て夕方になって、さらにグレードアップしとるみたいな。腕に抱きついてきたウイにこそっと耳打ちする。常にクラスの男子数名から殺意の波動が飛んできている。あるんか。うん、あれだな、アリバイ作りの時は、もしもの時は言ってくれ、アリバイ作りに協力する。そろそろ俺ボコられてもおかしくないんじゃ。ドッカーン。わっ、早速実害。お兄ちゃんあ、ごめん勢い余っちゃって。てへっ、お前股の方は大丈夫か。痛いって言うけどな。てへっじゃねえよ。なんだ天崎か。ウイと教室を出ようとした瞬間、天崎が勢いよく俺に抱きついてきた。というわけでウイニャン、帰るのはもうちょっと待ってね。わ、私？せっかくの初登校日だよ、もっと学園生活満喫しなきゃ。というわけで一名様ご案内。ほらほらこっちこっち。引っ張らないで。うわー、お兄ちゃん。守れなかった、すまないウイ。あー、なるほどね。そのー、あ、そうか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 。あ、うまいことうまいこと考えられてるな。やっぱりそのね、ほっといたら四六時中忍にくっつくっていう4人だから、だから何か口実を作って、忍とその対象ヒロイン、だから前回だったらあやめだし、今回だったら、多分そのカンナだろ、多分今回はカンナだから、それをその引き離す口実みたいなのを作らないといけんわけで。なるほどね。だからあやめに関してはその前回ね、ウイちゃんってコスプレ似合うかもみたいな、いう話をしとって、その説明というか、説得というか、そのためにウイを連れ出す。でユリは多分関係せずに、で、カンナが今からアタックを仕掛けてくるってことか。で家帰ったらユリやろどうせ、なるほどな。あー面白いな。ちゃんとこういうね、重要なところはちゃんと組まれとるのよ大雑把なところ、まあ朝の会話とかさ、大雑把なところは割とそのね大味でもいいけど、ちゃんとこの重要なそのキーポイントのある節目に関してはしっかりと作られてるっていう。あ、いいな、この加減ってすごい大事でさ、正解はないから。あ、いいな。コスプレ？ウィニー？そうそう、授業中ずーっとウィニャンのことを観察してたんだけど、あの子最近流行りの童貞ブルシガールだよ。なんとなくわかるっしょ。
童貞殺しって。なんだそのチェリーブレイカーとかルビー振られそうな単語は。というわけで、放課後ちょっとウイニャン借りるね。部室に連れ込んで、あんな衣装やこんな衣装着せまくるんだから。サイズはあやめに近いから大丈夫か。天崎完全にキモータモードだったな。ウイはきっとこれから着せ替え人形のごとく天崎自作のコスプレ衣装を着せられるんだろう。まあこれも2人が仲良くなる良い機会だろう、そう自分に言い聞かせていると。お、長戸くん、宮之上さん、それ委員長いいの？鳥居さん、ギャルの外見をした不審者に誘拐されてったけど。大丈夫、刑事事件にまでは発展しないはずだから。民事には行くんだ。それで2人してどうしたんだ。本当に鈍いわね長戸くん。今日の今日でどうしたのはないでしょ。叩きたい太ももしとるよな委員長って。ちゃんと聞きたいの、その鳥居さんのこと。ああそのことか。確かにちゃんと宮之上さんにも説明しておくべきだった。ちょうど重ねが松永先輩に仕事を頼まれたらしくて、ほう、カンナちゃんが手伝ってくれるって言うから長戸くんも一緒にどう。いい機会だから、そこで鳥居さんについて尋問させてもらうわ。尋問？尋問って、俺は被告か何かが被告だろ。それで手伝ってもらっていいかしら長戸くん。ああもちろん、俺もしっかり宮之上さんに話しておきたいし。そうよかった。何より宮之上さんの頼みなら断れない、心の中でそう付け加える。じゃあ決まりね。ほら生徒会室に行きましょう。すまないね、毎度手伝ってもらって。でも驚いた、まさか忍まで来てくれると思わなかったよ。生徒会室。レンは書類に、慣れた所作で犯行をしながら俺に向けて小さく微笑んできた。長戸くんにはちょっと聞きたかったことがあったから。奇遇だな、私もだ。まあ手を動かしながらで構わないよ。やっぱりレンもウイの話は知っていたか。知ってるも何も、通学路であんなの見せつけられちゃねえ。加工料です、勘弁してください。俺は書類の仕分け作業を手伝いながらウイのことを3人に説明する。というわけでうちで預かることになったんだ。なるほど、そうだったの。ほんと忍はそういう星のもとに生まれてきたようだね。何ですか、スケコマシ製ですか、ハーレム製ですか。ひどい言われようだ。そういえば忍、私と彼女って何か交流あったか。いや俺の知る限りじゃなかったと思うけど。なんで。今朝から思ってたんだ、彼女どこかで見たこともある気がするんだよね。忍、彼女は今部室にいるんだっけ。ああきっと今頃天崎にひん向かれてる。ああなるほど、ここで離席するあれか。そうか、話せば思い出せるかもしれない。ちょっと部室に行ってくるよ。1時間ほどしたら戻る。それじゃあよろしくね。あ、行っちゃったわね。生徒会長も身勝手なんだから。でもこれはカンナちゃんと長戸くんを二人きりにするチャンス。どうしたのカサネ、
わあ、私もちょっと用事があるの思い出しちゃった。ごめんね、二人とも。あとはよろしくね。ちょっと、重ね？バンとドアの閉まる音が虚しく生徒会室に、生徒会室に響き渡る。ありきりになってしまった、宮の上さんと。仕事、続きしましょうか。早いところ終わらせちゃいましょう。そうだね。どこかむずがゆい雰囲気に包まれる室内。宮之上さんはタイミングを見計らうようにチラチラと俺の方に視線をやる。ああいう子って可愛いわよね。え？鳥居さん、確かにどこか妹っぽいというか、守ってあげたくなるタイプというか。ああ、ルイのことか。まあ可愛いのは認める。認めちゃうんだ。と頬を膨らませる宮之上さん。しまった、選択肢間違えたかも。選択肢してないんだけどな。まあいいや。それにおっぱいも大きいし、大きいの好きだもんね。長門くんはおっぱい星人だもんね。ごめんって、怒らないで宮之上さん。そこは否定しないんだ。そこは否定しないんだ。さっきから散々な言われよう。俺、スケコマシ星人とおっぱい星人のハーフみたいになってる。それにほら、大きさだけが重要じゃないからさ。大切なのは感度とか相性とか、あと形とかね。ねじゃねえよ。ああ、もはや自分が何を言ってるのかもわからなくなってきた。そうね、重要なのは大きさじゃない。あれ、静かになった。ふっと甘い香りが鼻先をかすめる。気づけば宮之上さんが寄り添い、上目遣いでこちらを覗き込んでいた。ねえ長門くん、私のおっぱいも好き？好きだよ、もちろん。ふごしに押し付けられる宮之上さんのおっぱい。当然のごとく俺の心臓はドキドキと早金を打ち始める。そうなんだ。ところで長門くん、これからは本番も OK って聞いたけど。宮之上さん。上記した宮之上さんの顔が迫ってくる。その顔にたたえているのは S モードの時の小悪魔的な微笑だ。長門くんはしたい？私とエッチ。いつの間にか俺の体は蛇に睨まれたカエルのように動かなくなっていた。長門くん、さっきからずっとドキドキしてるわね。もっとドキドキさせてあげる。ほら、私を見て。人差し指でツーッと俺の胸元をなぞり上げると、宮之上さんは服をはだけながら太ももを広げていく。あ、そろそろ皆さんとお別れですね。さようなら。ただいま。うーじゃねえよ。いやー、エッチでしたね。あの、おっぱいがなくてもエッチなものはエッチなんですよ。いいな、久しぶりに見たな、大手記ホールドを久しぶりに見たよ。プレイとしてね、プレイとしての大手記ホールドを久しぶりになんかエロゲとかで見た気がする。最近なんかそのあまりにもそのベタすぎて、あのエロ漫画でもなかなか使われにくくなった大手記ホールドだけど、久しぶりに見れたね。いいね、やっぱ大手記ホールドは。大手記ホールドっていいね。松永先輩、 100% 聞かれとったよな、これ。ぼんやりと事後の余韻に浸っていたところに蓮が戻ってきた。廊下まで声聞こえとったんじゃないか。
さっきまでそばに寄り添っていた宮之上さんは慌てて俺から飛びのいた。どうやら水を差してしまったかな。いや、チンコは差したけどね。何もしてませんから。何もしてない。それだとまるで私のいない間に何かしていたようじゃないか。やっほー。宮之上さん、俺に負けず劣らず墓穴を掘るのがうまい。で、レン、どうだった？ウィの件は。いや、天崎大興奮のファッションショーが始まって尋ねるところじゃなかったよ。まあ後日いくらでも聞く機会はありそうだし、そのうち思い出すさ。たったそれだけの言葉で物質の光景がありありと目に浮かぶようだ。俺も家に戻ったら聞いてみるよ。気になる。ありがとう。しかし肩が凝ったな。最近事務仕事続きだからかな。忍、揉んでくれないか。ああ別にいいけど。肩こりの原因こっちじゃないかな。そんなこと言うなよ。大は小を兼ねる。やっぱりそれが長門くんの座右の銘なのかしら。え、違うから。そう、その男の本能というか。へえ、私の胸を見ていたのは認めるのか。レンも、話がややこしくなるから黙っててくれ。